ね、さくらちゃん、それにサイたちも、なんでこんなとこに。ナルト、あんたに話があるの。え？今、さくらちゃん、なんて言ったの？だから、ナルト、あんたのことが好きだって言ったのよ。人が告白してんだから、ちゃんと聞いてよね。さくらちゃん、一体何があったんだってばよ。さくらちゃんはずっとサスケのことが。別に何も。ただ、もう目が覚めただけ。確かに、前の私はサスケくんのことが好きだった。でも、抜け人で犯罪者である人を好きでいるなんて、おかしいでしょ。それよりも。私にとって、ナルト、あんたの方が私の中で大きな存在になった。いつも私のそばにいて、私を支えてくれる。やっと私はそのことに気づいた。私はナルトさえいれば十分。だからナルト、あんたももうサスケくんを追うのやめない？サスケくんは私たちのところには戻らない。だったら、もう忘れて。いい加減にしろ、さくらちゃん。何キレてるの。私はただサスケくんからあんたに乗り換えただけじゃな。俺は自分に嘘をつくような奴は嫌いだ。私が自分に嘘をついてる？何言い出してんのよ。苦しい言い訳にしか聞こえねえってばよ。さくらちゃんにはそういう嘘は似合わねえ。本当の気持ちは違うんだろ。私は、もし仮にさくらちゃんがそう思っていても、俺の気持ちは変わらねえ。必ずサスケを連れ戻す。これは俺のためでもあるんだ。もういい。行くわよ、キバ、リーさん、サイ。さくらちゃん。これでよかったのか、さくら。キバ、お願いがあるの。なんだ。これからすぐにサスケくんを探す。協力して。